しいらしい。なんだっけこれ、チョコラケーキリッチ。なんかね、チョコレートがね入ってる。見せダメ見せダメ。え、今見た、そっちです。なんかね、わかるかな、なんかこう板チョコみたいなカリカリしたチョコが入ってるらしい。食感が楽しくてすごくなんか美味しいらしい。食レポは食べてない人がらしいって言ってるからね。あ、そういうことね。らしいって。私はアップルパイ食べたんだけど食べ終わっちゃった。スホちゃんは映りません。いえ今日は映りません。レミちゃんが撮る回です。おいしいね。笑ってよ笑って。はい、チーズ。はい、じゃあリミちゃん久々登場ですが、リミちゃんも無事5年生になりました。5年生になってから初めてじゃない、動画撮るの。リミ、確かに。どうですか、ね、5年生は。どうですか、楽しい。まあ、楽しい。友達と一緒になったんだよね。楽しい。まだ普通でして、先生の担任の先生、男の先生じゃん。どう、早口、相変わらず早口。でもね、勉強めっちゃ分かりやすいんだって。授業、授業の教え方がすごくね、いいんだって。分かりやすくてでしょ。いいじゃん、いいじゃん。いいことだよね。やっぱ5年生になったら勉強も少しはさ、そろそろ頑張らないといけないじゃん。だからリミにとっては良かったのかなっていう。5年生の勉強はね、マジでしょ、たほうがいいよ。ただ、まあ、リミちゃんはさ、もともとこういう感じだから、男の子自体が好きじゃないのよ。男子も先生もね。私も嫌いだった。そう、だから、そう、しーちゃんも嫌いだったけど。私も3年生ぐらいまで嫌いだった。うん、男の先生が苦手なのよ、もともと。まあ、誰が苦手とかじゃなくて、男の先生全般に全員苦手なのよ。私も3年生までそうだった。で、1年生から4年生まではうまいことに女の先生でずっと来てたんだけど、ここへ来てね、初めて男の先生にぶち当たり、ね、ちょっと今ね、ピエンピエン状態なのよ。だけど、ちょっと慣れてきたんでしょ？まだ慣れない。あ、まだ慣れないって。私も3年生の頃初めて男の先生になって、1年経ってちょっと慣れたの、それで4年生でもうだいぶ来たから。じゃあ慣れるまで1年ぐらいかかる。そう、1年ぐらいかかったの私は。あ、そっか、それで克服したぐらい。そっか、だから一回担任になっちゃえば克服できると思うよ。私もそれまで苦手だった。じゃあまだまだ慣れないか。徐々にだね。徐々にね。徐々に慣れる。まだ慣れない。あ、そうそう、年長の時、ね、年長さんの時だよね。年長だっけ。あれ、年中か、年中だ。その時もさ、先生のことさ、今だから言えるけどさ、やだやだ言ってて、年中の時もね、もう先生がやだって言ってたの。だから先生、そう、まあ他の生徒にはすごい人気の先生なんだけど、リミはやっぱり苦手で、なんか先生に何も話せない子だったのね。話せなかったよね、先生にね。そう、そういう子でした。めっちゃ嫌だった。めっちゃ嫌だったもんね。それ到来だよね。だからね、4年ぶりに、違う、5年ぶりか。5年ぶりだよ。年中以来だから。そうね、ピエンピエンだね。試練ですね。授業楽しいならいいじゃん、わかりやすいって。まあそこだけ、そこだけっていう言い方あれだけど、でもさ、勉強の教え方がうまいってすごくない？先生としてさ、すごいよね。雑談とか入んないの？雑談とか入んないの？雑談、なんか勉強以外の話とかならないの、授業中。例えば、私娘がいてみたいな感じのさ、話とかならない。豆知識とかもうなんかさ、勉強のあれなんでしょ、説明とかがすごい長いんでしょ。そうなんだ。なんかパパみたいな教え方するんだって。なんかこう図を描いてみたいな。そうそう。そうなんだ、パパだね。あれ、何？あ、復習もちゃんと説明してくれるんでしょ。この前やったやつとかじゃなくて、ちゃんと前やったのも復習として説明してくれる。
取れてる？うん、ちょっと今一回切れちゃいました、すいません、途中で切れちゃった ね、どこまで話したかも忘れちゃった。まあとりあえず先生は今勉強の面ではいいけど、まあ、男の先生というだけでちょっとまだ苦手要素が、あとは全部嫌だってどういうこと？あ、全部嫌だ。え、これ YouTube で流れちゃったらやばくないですか、リミちゃん。でももうそれでも嫌なんだね。じゃあ先生以外はどう？慣れてきた？クラス。クラス。まあまあ。中学校男の先生いっぱいいるよ。そうだね。年取った。うん、慣れていかないといけないよね。だからこの1年はリミにとってさ逆に良かったのかな。成長の年。そう、成長の年だね。ね、やだ。まあとりあえず早くなれるように頑張りましょう。まあでもまだね、始まって本当4月だし、これからよみんな。1年って長いし、1年後にどういう気持ちになってるかなんてさ、今の時点では分かんないじゃん。そうだね。うん。ね。頑張りましょう。頑張りましょう。えい。えい。おお。あれ、おお。あれ。え、ちっちゃくおお。せーの。えい。えい。おお。あ。